ナオジーです。本日はですね、またスニーカーのオンラインチャレンジの方をやっていこうと思うんですが、今日狙うスニーカーはエアジョーダン1のダークモカというモデルになります。で、これは僕はね、ずーっと狙っていて、これはどうしても欲しいのでね、なんとかゲットするように頑張りたいと思います。まあもし、スニーカーズとかね、事前抽選に申し込んでるやつが全て外れたら、これはね、プレネで買いたいなと思います。それではね、短い時間ですけども、お付き合いいただければと思います。今ですけども、11月の21日土曜日の8時53分、もうじき4分になります。一応今日はですね、作戦としては、まずスニーカーズが9時から抽選。で、その後ですね、その後というかそれと並行して、今日は一般販売がありまして、ビリーズと山男の2店舗で9時から一般販売があるんですけども、一般販売久々なんですけど、ちょっとチャレンジしようかどうしようか迷ったんですが、まあ一応見るだけ見てみようかなと思います。まあ多分これは絶対無理だと思うんで、多分開けないでしょうし、ビリーズの場合はね。で、山男さんとかも瞬殺だと思うので、ちょっと厳しいかなとは思っております。まあ一応チャレンジだけしようかなといったところで、まあメインはもうスニーカーズですね。あとはいろいろと事前抽選申し込んでるので、それに期待をしながらといった感じになります。それではね、早速ちょっと画面を見ながらね、行きたいと思うんですけども、今8時55分をちょっと回って、もうじき6分になるところですけども、今のところですね、山男さんは、まあ更新はできてます。で、ビリーズさんも、商品ページは更新かかるんですけど、ですね、会員ログインが今できないです。なので、まあ、商品ページすらいつも開けないんで、ちょっと、どんな感じなのかわかりませんけど、まあ、ただログインできないんで、もしカートに入ったとしても、まあ、そっからね、ログインやら何やらって手続きをしてると、まあ、どっちみちちょっと遅くなっちゃって、非常に厳しいんじゃないかなっていう感じはしてますね。なので、ビリーズの方はね、もう厳しいかなっていう状況ですね。まあ一応見ていこうとは思うんですが、で、一応スニーカーズの方は今日抽選販売になるので、これはいつも通り、僕のアカウントと嫁さんのアカウント、2アカウントでね、行きたいと思います。一応抽選なんで、10分あるんで、最初の冒頭はちょっと山男さんを見つつという感じで、行きたいなと思います。で、ちょっと今日出かけるので、この後のね、事前抽選の結果は、ちょっと動画に入れられるか分かりませんけども、テロップで入れるなりね、なんなりということで、結果だけはね、お知らせしたいと思います。最後の方でお知らせします。なんか山男も重くなってきましたよ。で、ビリーズの方は、まあ、繋がってはいますね。これログインできないのしんどいっすね。やべ、59分。やばいやばいやばい、あと1分です。じゃあ、とりあえずですね、山男を更新かけてみて、もうすぐ完売でダメそうだったら、そのままスニーカーズへ行きたいと思います。いやー、頑張りますよ。で、なんかもう、SNS とか山男さんかな?事前抽選の当選発表はちらほら来てるみたいですけど、僕には来ておりません。アンディも多分ダメでしょうし、期待はできないかなといった感じでございますね。あれ、ビリーズこんなに軽いんだっけ?さあ、10秒前です。はい、9時。やべえ、9時になった。やばい、出遅れた。9時になりました。ごめんなさい。うわー、やっぱり山男つながらず。ビリーズもつながらず。ちょっとこれを見つつね。はい。エントリー完了。あれ?ビリーズが、出てこないですね。その間にちょっとスニーカーズをやっちゃいます。お、ヤマト来た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 、あ、うわ。はい、売り切れ。瞬殺です。ヤマト終了。全く勝負にならないじゃん。まあ、分かってはいたんだけど。ビリーズはなんでないの?はい。嫁さんの方もね、エントリー終わりました。山男は瞬殺。ビリーズは商品が見つかりません。こういうのはどうやったら買えるんだろう。前もね、一般販売やってる時によく言ってたと思うんですけど、全く買える理由がわからないです。ていうか、ビリーズはどこにあるんだろう。まあいいや、もうわかんないんで。ということで、今ね、ビリーズちょっともう一回ね、調べてみたんですけど、
どこに商品があるか分かんなかったです。で、今サーバーもちょっと重いんで開けないんで諦めます。で、山男の方はね、商品ページまでたどり着けましたけども、その時すでに全サイズソールドアウトということで、一般販売の分はね、すべて撃沈ということになります。で、今ですね、スニーカーズの方があと3分なので、この結果を待って、今日はね、終わりかなという感じですね。まあもうね、ちょっと定価で買うのは厳しいかなっていう状況なので、まあ、いずれプレネかな。ちょっと買うタイミングをどうしようか悩んでいて、まあすぐ欲しいんですけど、ちょっとバーシティレッドをね、AJ1 のバーシティレッドを購入したいので、それとの兼ね合いがあるんでね、ちょっとタイミング的にすぐになるか後になるかわかりませんけど、まあいずれね、スニダンとかモノカブあたりでね、買おうかなと思います。すぐか後はちょっと置いといて。まあスニーカーズダメだったらですね、スニーカーズで買えればもう問題ないんですけど、最高ですね。一番パターン的には OK なんですけど。はい、ということでね、9時10分になって抽選の方はね、締め切りになりました。あとはね、結果を待つだけ。で、今もうね、ちょっと11分になったので、僕の今までの感覚でいきますと、当選する場合はね、もうそろそろ12分にぐらいには来るんじゃないかなと。まあその日によって違うとは思うんですけどね、傾向としてのお話でございます。まあもうただ時間が経てば経つほどね、厳しいなっていう気はします。まあ全体的に遅い場合はね、わかりませんけども、今11分40秒、12分台ぐらいにね、12分過ぎてくると非常に厳しい感じしかしないですね。はい。12分になりましたね。厳しいなぁ。二つともうんともすんとも言わないですね。さあどうなんでしょう。12分30秒。今日はあれかな。まあ多分ね、人気のあるシューズだと思いますんで、申し込み者がいっぱいいて、当選発表がちょっと遅れるパターンですかね。そう信じたいとこです。これいつものパターンだったら、今もう13分過ぎたんで、相当厳しいと思います。まああくまでも僕の感覚ですよ。本当のところはどうかわかりませんけど、感覚です。はい。さあ頼むよ。14分過ぎたぞ。よっしゃ買えた。やったぜ。買えました。5点。いや、びっくりした、今。ちょっと今日今マナーモードになってて、このね、今ここに置いてあるんですけど、ブルブルって来たんで。やりました。5点。最近スニーカーズ調子いいな。買えました。5点。3連勝からの2連敗ぐらいしたのかな。で、また抽選販売。最近抽選販売やばい。買いました。はい。ということでね。ちなみに、嫁さんのはまだ、嫁さんのはまだ、うんともすんとも言っておりません。まあ、これはもうダメですね。今日の当選発表は14分台ですね。なので、ちょっと遅めの当選という感じですかね。ということで、本日はですね、エアジョーダン1のダークモカ。というモデルですね。11月僕がね、欲しかったスニーカーの中でもね、1、2を争う AJ1 のね、ダークモーカーが無事にスニーカーズの方で当選しました。いやー、よかった。また今日もね、当選する様子をね、お伝えできて非常に良かったんじゃないかなと思います。このダークモーカーね、多分人気だと僕は思ってまして、これをご覧の皆さんもね、狙われてる方たくさんいらっしゃると思いますけども、結果の方皆さんいかがだったでしょうか。またね、コメントの方で結果なんかをね、教えていただけると嬉しいです。本日はスニーカーのね、オンラインチャレンジをお伝えしましたけども、いかがだったでしょうか。動画の方はね、以上で終わりたいと思いますけども、この動画を見ていただいて良かったなと思ったらグッドボタン、コメントだったり、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。